日産オースチン A50 ケンブリッジは日産自動車が1955年から1960年まで生産販売した小型乗用車。イギリスの自動車メーカーブリティッシュモーターコーポレーションのオースチン部門が生産した乗用車オースチン A50 ケンブリッジをライセンス生産した。日産自動車は乗用車の設計、製造技術を学ぶべく1952年に BMC と契約を結び、1953年3月から A40 サマーセットのノックダウン生産を開始し、日産オースチンとして販売していた。だが、そのノックダウン生産とパーツ国産化が進展する途上で、イギリス本国において、オースチンの中型セダンは、サマーセットからケンブリッジにモデルチェンジされた。これを受けた日産は、 オースチン国産化計画が一から出直しになる不利を押しても、当時の日本の小型車、規格いっぱいの排気量である1 5 0 0 c c 級車のケンブリッジを生産する方が得策と判断し、ケンブリッジへの生産切り替えを断行した。1955年2月から A50 ケンブリッジの生産を開始し、1958年10月には完全国産化を達成した。 ダット310系の上級車、トヨペットクラウンに対抗する日産のトップモデルとして、タクシーや運転室機車用車としても使用できるよう、日産は独自の仕様変更を行った。1957年にはシートがベンチシートとなり、1958年にはステアリングが小型化され、ドア内りを凹ませて6人乗りに改造。1959年は、 リアウィンドウが拡大された。また、日本独自に4ドアライト版も生産した。オースチン組み立てから得た技術は、1959年発売の初代ブルーバード、1960年の初代セドリックに生かされ、日産自動車の技術水準向上に大きな役割を果たした。また、A50 のエンジンである BMCB 型4気筒イコール日産 1H 型は、 飛行こそ平凡だが、生産性、信頼性に優れた実用エンジンであった。日産は、BMC との契約でパーツを他社種に転用する許可をも得ていたことから、このエンジンを転用した小型トラックのジュニア、キャブオールが展開され、商用車のラインナップが強化された。さらに当時日産に招聘された、アメリカ人自動車技師、ドナルド・ストーンは、オースチンエンジンのストローク縮小で、 独自の消費器量エンジンを測定する手法を提案した。このいわゆるストーンエンジンは1957年以降、ダットさんをはじめとする他の日産車に転用され、1960年代中期まで日産の小型車用主力エンジンとして大いに活用された。A50 の基本性能は1950年代中期の日本で国産開発された乗用車とは、 比較にならないほど優れており、当時のオーナードライバーから広く支持された。高年自動車評論家となる小林翔太郎や熊倉茂春などの自動車、愛好家の格好の足としても知られている。中でも、ほとんど英国製部品を使用し本川張りのセパレートシートを持つ初期の1955年型は、中古車になってからも人気が高かった。 もっともその走行性能や品質はともかく、イギリスのオーナードライバー向けに設計された、ボディサイズは、車体長、車服とも当時の日本における小型車規格に比して、幾分の余りが生じており、規格を限界まで利用したサイズの競合モデルである、トヨペットクラウンに比べると、ことに、後部座席のゆとりを変えていた。ゆえに、戦術のような定員増加対策なども施されたが、とかく、 クラウンと比較され、タクシー業界からの評価は必ずしも高くなかったという。英国では1957年に1月に A55 に置き換えられたが、日産では1960年4月にセドリックに引き継ぐまで A50 の生産を続けた。ありがとうございます。